皆さんこんにちは。また会いましたね、横綱2号です。最初の投稿から1ヶ月も経ち、申し訳ございません。あと、トーナメント戦も、早めに投稿いたしますので、もう少しお待ちください。ご迷惑をおかけして、すいませんでした。ということで、今回は推薦者バトルの予選2でございます。第2のチャンスの回で、ございます。出場車両でございます。予選1で勝利した車両は、そのまま準決勝戦へ直行しております。まずは第1グループの予選2でございます。挑戦車両の表を表示します。表を表示しますって、つまんないですね。余計なことを言ってしまい、すいません。では始めましょう。さあ始まりました。予選2でございます。次に準決勝へ進むのは、どの車両なのでしょうか？あれ？これは再戦しましょう。さあ今度こそ1戦目。205系は今のところ元気そうです。予選2の第1戦目の勝者は、誰になるのでしょうか？ちょっと激突しそうにないですね。少しコースの構造をミスったかな？まあ長く感じたら倍速します。ここで脱落者が、VSE が脱落です。山手線と922型が激突寸前。そしてその2両に向かって、205系が近づいていく。狙いは予想ですが922型のようです。しかし攻撃を中断。レーンチェンジで、922型の攻撃をかわしました。EF65 が脱落。残り3両になりました。ということで、倍速タイムです。山手線が脱落してしまいました。さあ、残り2両でございます。なんでだよ。ここで再び不調？まあ押したら動くので、試合再開でいいのかな？さあ922型が近づいていきます。あ、動いてますね。何それ。すごい戦法ですね。浜風光さんの205系の勝利でございます。浜風光さん、おめでとうございます。続いて第2グループでございます。では行きます。さあ第2グループの予選2でございます。どんな試合になるのでしょうか？サフィール踊り子が脱落。あの伏線のポイントレールが一番激突しやすいようですね。サンライズが脱線。この位置だと詰まりそうで怖いです。というか詰まっています。残りの2両は無視ですが、いつか激突するでしょう。おっと詰まっていた2両を撃破。残り2両ですね。激突したが影響が出ない。結構真面目な試合です。倍速タイム。現在5倍速じゃなくて10倍速です。さあ倍速終了です。おっと883系がストップ。脱線していますが耐えています。省略するために倍速。どうなるのでしょうか？倍速終了。すごくいい試合でした。港楓さんの最強戦の勝利です。港楓さん、おめでとうございます。続いて第3グループでございます。では始めます。さあ第3グループの予選2でございます。マックスが脱落。早速1両目が脱落しました。2000系、自爆に負けてしまいました。このグループは少し決着が早いですね。残り3両になりました。と言っても倍速使いますが。E2 系が攻撃したが転倒。ピンチ状態です。ここも3倍速ですが使います。
が必死に妨害。転倒しても、最後までタイム期待ようですね。なんとこのまま決着。E2K、惜しくもハヤブサを撃破できなかったようです。ルイス王さんのハヤブサの勝利です。ルイス王さん、おめでとうございます。第4グループでございます。それでは始めます。さあ予選2のラストでございます。中途半端に、スーパー白鳥がモーター改造車なので、充電器にしていますが、まだなんか早い気がします。まあ早いですが、自爆はしていないようなので、まあ大丈夫でしょう。スーパー白鳥が脱線、小町が墜落。なんとか耐えたみたいです。また自爆。そこから妨害体制に、また詰まってしまうのか？おっと、300K がわざとレインチェンジ。賢いですね。そこから決着。賢い 300K が残りました。これは中川雄彦さんの 300K の勝利です。中川雄彦さん、おめでとうございます。というわけで今回はこの4両が準決勝へと行きます。次回で予選はラストです。ご視聴ありがとうございました。